おはようございます。スタントを本命とする敵障害者です。はい、東浦4回目の散歩ですね。ここはどこかというと、はい、こちら東浦駅になります。お久しぶりですね。ずいぶんと間が空いちゃいましたね。あ、ロケーションシステムがありますね。はい、バスロケーションシステム全部平常運行ですね。あ、刈谷駅から向かってくるようですね。次は、はい、こんな感じです。で、今は何をしているかというと、故障中ですね。いやいや、故障中の丸々ですね。故障中なので、ね、時計台ですね。はい、まあなんていうか、今日ちょっと運がないですね。はい、まあ、ともかく現代、周辺地震説はこんな感じになりますかね。はい、以上です。あとは防犯カメラ作動中ですね。あ、すいません、さっきからちょっと目の不自由な人のためにあれが大丈夫ですかね。この辺りはちょっと難易度が高いですね。なんせ、まあ、駅のことは語ってないんだけど、当然駅を見にしたいと。人のポスターが貼っているからね。はい、で、今考えていることといえば、まあ、椅子がありますね。まあ、確かに乗車券が販売されていたので、まあ、嘘をついていないことになりますね。はい、以上です。まあ、今回ここでいることは、お花畑は綺麗なことですね。はい、こんなところでしょうか。はい、それでは今回はこれで、失礼させていただきます。ご視聴ありがとうございました。